ぐっちゃおっと。できたぞ、モブオ君。感覚を共有する人形じゃ。ついに完成したんですね。人形と感覚をつなぐことで体を傷つけずに病が発見できる画期的な。早速実験しましょう。これがあれば。それでは。この戦いが終わったら俺結婚するんだ。勝ちました。そのセリフは死亡フラグですよ。あれ、セリフに合ってない場所ですね。来たね、フラグちゃん。早速実験に協力してもらうよ。何のことですか？この感覚共有人形を試させてほしいんじゃ。実験に付き合わさせるためにわざとフラグを立てたんですね。そういうこと。感覚が共有されるなら本当に触られるのと同じじゃないですか。嫌ですよそんなの。頼むよ。フラグちゃん以外に頼れる相手がいないんだ。わしからも頼む。これで助かる人間が大勢いるんじゃ。今回だけですよ。ありがとう、フラグちゃん。じゃあ早速、首の後ろにあるスイッチを押すと、形が変わって私みたいに。これで感覚共有完了。それじゃあ触るよ。変なところ触らないでくださいね。絶対ですよ。感覚を共有する。まずは手のひらから。人形ですけど、お坊さんにじっと見られて触られてるのは同じじゃないですか。あれ、何も感じてない。そんなことないですよ。手をつないでるみたいな感触が。反応が薄いな。そうだ。いい反応。ついでにくすぐっちゃおっと。やめてください。感覚共有は完璧みたいだね。そのやめてください。ひでば調子に乗りました。もう終わりましたよね。私帰りますから。待つんじゃ。もう一つ確かめねばならぬことがある。そうだよ、フラグちゃん。ちゃんと中も共有してるか確かめなきゃ。中って何ですか？体の中まで感覚がつながっていなければ医療には使えんじゃろ。今から内臓まで触られるんですか？そこまではせん。口の中の感触まで確かめられれば十分じゃろ。大丈夫。ちょっと歯磨きして確かめるだけだから。そこは歯じゃ。人形だからよくわからないな。この辺りかな。気も悪いです。成功じゃ。完璧に感覚が共有できておる。やりましたね。フラグちゃんも協力してくれてありがとう。やっと終わりました。もう二度とやりませんからね。それでは人形はわしが預かろう。量産体制を整えねば。その必要はありませんよ、モモさん。一体どうしたんじゃ。俺はそんなつまらない使い方しませんから。これは人体錬成装置が暴走した時のための防護壁。何ですかそれ。モモさんは私たちを研究所に閉じ込めてどうするつもりですか。こんなセクハラ向きの道具使わないわけないじゃないか。この人形で安全にセクハラ天国ってわけさ。ヒヤッホーイ。待って、モモさんを止めないと。本当の使い方。さあ、セクハラの対象はもちろんあの人だ。作戦の成功率は 0.1%。 それでもやるしかない。よし、これで立ったぞ。低すぎる成功率は生存フラグじゃ。無謀がおらんな。よし、生存フラグさんが出てくる前に隠れられたぞ。早速この人形を。無謀がいなくてはフラグの回収もできん。誰かが羽を触っておる。誰もおらんのにどういうことじゃ。生存フラグさんは羽が弱点だもんね。こんなのいじらない手はないよ。お姉さん何してるの。何もしとらん。大丈夫じゃから離れてくれんか。じゃあここでとどめを。おりゃ。なんという屈辱。一体何が起こっておるのじゃ。ひとまずここを離れねば。しかし妙に体が熱いぞ。
いつまで恥ずかしがっておるんじゃ。わしはいいぞ、カイロを持ち歩いてた甲斐があったよ。このまま汗をかいて包帯が透けて、いや包帯を取っちゃってもいいんですよ。汗でベタベタじゃ、少し緩めてしまうか。いつもは絶対見れない生存フラグさんのあんな姿やこんな姿が簡単に。もうちょっと違うアングルも見たいな。そうだ、人形の足を引っ張って。なんじゃ急に足が。うわこれだよこれ。さっきからなんなんじゃ。またあやつの戯れか。誰の仕業か知らんが、絶対に許さんからな。生存フラグさんはあんなに怒ってるけど、人形越しだから怒られない。いつでもセクハラし放題。いや、もっとすごいことだってできるぞ。この人形は完璧だ。立ちました。調子に乗って高笑いをするのは死亡フラグですからね。人形返してくれますよね。こんなところにおったのか。理屈はわからんが、貴様の仕業じゃな。感覚を共有する人形があるんですよ。ここのスイッチを押すと。面白いな。生存フラグさんもお人形で遊びませんか。結構楽しいんです。腕はこれ以上曲がらないから。なるほど、これは楽しそうじゃ。やめてください、それだけは。次は何して遊びましょうか。遊び方はいくらでもあるぞ。実にいいおもちゃじゃな、これは。ごめんなさい、もう許してください。チャンネル登録と高評価をお願いします。どうしようかな。立ちました。ごめんするよ、ごめんってフラグちゃん。